裏切ものになるしかないんだ、贅沢なんだよ。援助交際はしちゃだめですということを、納得感ある形で説得する方法ってありますか説得する相手、中二女子、両親健在、彼氏あり、彼女の主張、法に反するリスクは見つからないようにするし、見つかった場合のリスクも自分が負う、病気や妊娠のリスクは本人のみが負い、責任取るから問題ない。 メメンタル面でのダメージも大丈夫家族や周りの知り合いが心配したり悲しい気持ちになるのは関係ないほうあのこういう設定でせあの説得する方がありますかっていうのは本来俺は受けないんでそういう何でしょうねあの家庭の話に答えてもしょうがないからねただ,、ま、だ大体こういうことを聞く人っていうのはそういうの知り合いがリアルにいるから聞くんだと思って答えます。えー、とね 止める必要がないと思うんだよ、ね、あの未成年だから駄目以外にこういうことを言ってる人っていわゆるも,もちろん間違ったことをやろうとしてるよでも芸能界に行こうとしてる周りが反対してるでもしか何だろうなサッカー選手になろうとしてる野球選手になろうとしてる声優になろうとしてる周りが反対してるっていうのとそんなに変わんないことを言ってるんだよ。ただ単にやろうとしてることが反社会的で本人が未成年だからというだけの問題だからね。 だから、これに関して言えばその本人と話し合って納得させるという問題ではなくてより問題をメタ化させるっていうのかなえでもそんなことを相談して受けた時点で俺彼氏に告げ口するよとかあそんなこと言うんだったら俺親に言うよとか警察に言うよというようにこの問題をメタ化させていわゆるこの女の子にに対しして裏切り者ななるしかないんだ。この女の子の子裏切り者にならずに心の友であってひょっとしたら援助交際の相手のままで 言い方悪いけどさままでその女の子の心に届くような言葉作れっていう方が贅沢なんだよそうじゃなくてその女の子本当に助けたいと思うんだったらその女の子との関係が壊れてもいいから助かる方法って考えたら警察に言うか親に言うか彼氏に告げ口するかこれしかないの分かりきってるじゃんそうじゃなくていい人のままで自分にとって都合のいい関係のままで向こうがさ心を変えてくれるっていうそういうことは考えねえようにしましょうや。<laughs> 59歳男性低身長肥満ハゲの罰3で成人した子供が5人いますが現在独居ですあまあまあ1人住んでるわけですね健康状態は特に持病もなく零細の工場経営で借金もなく不動産資産として約1億円くらいありますが現金や金融資産は決済用しかありません自転車操業ですまああるあるですね、えー、再婚希望をしているのですがコロナ禍ということもありなかなか出会いがなく、えー、出会い系アプリやパパ活アプリで 探し始めて、すいません。は <laughs> い累計200人ぐらいやい、すごいね。数人は結婚も前向きに考えるところまで行ったものの、結局話は決まらず、再婚は無理なのか。 と考え始めました。ここまで交際に500万円ぐらい使ってしまったのでこれなら最初から結婚相談所にお金を払った方が良かったかもしれません40代までは相手も見つかりやすかったけどアカンだと、まあまあ、あのアラウンド還暦のことねアラカンだとこうも相手にされないのかと現実を実感していますしかしこんな私でも再婚の可能性を信じて婚活を続けてもいいのでしょうかと書いてるんですけども。 いやななかなか、ね、お金使っちゃいましたよね。あのいやこれねいやあの読んだのは何でかっていうとついねあの、まあ、この1週間以内なんだけどもあの本人から絶対,、ね、あの絶対に私だとバレないようにだったら話しても構いませんって言われてるから俺もどこまで話していいのか分かんないけど知り合いでまあ 超エリートサラリーマンの人がいるので超エリートサラリーマンで、まあ40ぐらいだと思ってください。数年ぶりに会ったの。数年ぶりにパッタリ会って。え ああ、じゃあまた今度って言った時に「LINE していいですか?」って聞かれたんで「あいいよいいよと」と「まあまあ、まあ、LINE アドレスをお互いしてる」で LINE を送ってきたら何かと思ったら「あの実は、えー、パパ活などにはまっていて」って全く、ま、同じこと言ってで「この人は2年間で1,000万使った」って言ってるんだよね。で超エリートサラリーマンって言っても貯金ね1,000万も使っちゃったら。 もう本当にすっからからんんなんだよ。だから、えー、もうまあ今そういうのはやめたって言うんだけどもあのやめた理由はやっぱその1,000万なくなっちゃったからなんですよね。で5年ぐらい前に会った時は。 なんか結婚して新婚旅行の写真とかも見せてもらって結構幸せそうだったんだけどももう奥さんとは離婚寸前までって言っててこれから離婚費用というかね財産分与の話をしなきゃいけないんだけども奥さんがなんでいつの間にか現金1,000万なくなってるのってバレるのが怖くてしょうがないって言ってんだけど <laughs> まあまあまあ関係ないねでちょっと余談ずれちゃったんですけどもあのニコタンさんが言ってる59歳男性低身長肥満ハゲのバツさんっていうのは 別にそれが条件として悪いというわけではなくてですね社会の趨勢としてねどうも男性というのはどうしても若い女の子と結婚したがるんだけどももう今それ成立が不,かあの不可能になっているという話を書いててで、それは何でかっていうと1970年代から現代までの結婚 っていうののあのデータを比べてみてみると、実はその同い年婚、同い年同士で結婚する数っていうのはあんまり減ってないと。一番何が減ったのかっていうと、あの年上の男性と年下の女性との結婚、性婚率が劇的に減ってると。 それがこの三十年ぐらいのものすごい大きな変化だというふうに書いてる。荒川先生書いてるのね。で、それを僕読んでて、おも、思ったのが、あの、マスコミとか芸能人とか見ても、やっぱ年の差婚ってあるわけで。ね、加藤ちゃんみたいに、だかすごいもじいさんになって、若い嫁さんみたいのがあったら。ほら、やっぱりあるじゃんかというふうに思いたがっちゃうわけだよ。 でも、「ほらやっぱりあるじゃんかっていうのを昔のそういう親だったら10歳12歳ぐらい離れてるのが当たり前っていう記憶を掘り起こして現在のニュースと当てはめてほらやっぱりと思うんだけども。 荒川さんんんんんがが言うううには、そういう事例がもうどん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 少なくなくってきてきる。だから結婚が今少ないと言われてるのの実は何割かは一回り下の嫁とか二回り下とかそういうのがもう激減してしまってで現在の,その男女っていうのはどういうふうにものを見てるのかというと同世代で同世界同コロニーっていうのかな同じような環境の中,中にいる仲間しか配偶相手として見えないようになってきているので。 もう、これはもう無理ですよって話書いてたんですけども。ということだと思いますニコダさん。なのであの全然ねあの59歳の男性でもですね あのまあ、3回バツさんということは結婚してるわけですから3回も全然問題ないと思うんでですねあのパパ出会い系アプリとかパパ活アプリはやめてですね結婚相談所に行って同世代の相手をですね探してください頑張れ頑張れあー最近ね「ルノアール」って喫茶店僕吉祥寺で行ってるんですけどそうするとですね その周りがですね割とそれで埋め尽くされつつあるんですけどもパパ活っていうのは今のですねその10代20代前半の,あの女の人にとっては当たり前に近くなってるなっていうふうに僕は考えてますただその人が属しているコロニーというか文化圏次第なので全員の当たり前じゃないんですよで多分3分の1から4分の1ぐらいしか属してないんですけどもメジャー層みたいなものですね。 でこれはあのルナールだけではなくて首都圏のです、ね、ちょっと郊外みたいなところへ行ったら喫茶店行くとです、ね、そのおじさんと明らかに若い体の線が分かるような服を着た女の子が1、ね、対1で話してるのをよく見かけるっていうふうにいわれるんですけどもそれなんですよ、ね、で何を話そうとしているのかと,いうとそういうふうなことが当たり前になったよということではなくてですね恋愛観自体が大きい展開 点を迎えてるかつてはです、ね、中学生とか高校生というです、ね、学生の恋愛観と大人の恋愛観にはすごい差があったんですよ。あの例えば極端な話小学生だったらです、ね、足の速い男子がモテるじゃないですか。 あれは小学校とか中学校でのみ通用する価値観であってですね、それが大人になったらですね、足の速い社会人は別にモテたりしないんですよね。学生と社会人の壁がですね、今すごい勢いで崩れているんですね。つまり高校生ぐらいからですね、大人みたいな恋愛をしている、相手のパラメーターも見るようになってくる、相手の将来性というかですね、自分にどれぐらい良くしてくれるのかっていうのを見るようになってくる 中学生高校生の恋愛っていうのは自分にどれぐらい良くしてくれるのかという打算的な要素っていうのはあんまり入らないんですけどももちろん足が速い男の子がかっこいいっていう価値観があるのと同じぐらいそれが50%だとしたら残り50%は誰しもの心の中にですねその大人と子供が共存するようになってしまう。 まあ、大人子供とかですね。子供大人とかいろんな言い方をするんですけど、それの正体は何かというと、全ての年齢、年代層の人の心の中に大人と子供が当たり前のように混ざって入ってくるようになったんですね。で、その結果ですね。パパ活っていうのはですね。お金のためにやってる人がそれは多いんですよ。多いんですけども、それ以外にですね。その同い年より優しいし、お金もあるし、という理由で義理恋愛っぽいものが成立する場合があると。 学生だったら、こういう恋愛をすべきだろうっていうですね。古い社会の押し付けというか、価値観が通用しないんです。もう今や。十代の女の子も、四十代の女のしたたかな。なんだろう、打算の恋愛もできるようになっちゃったんですよ。これはもう、何かというと、それはもう、もちろん SN、SNS なんでしょうけれどもです、ね。その価値観の混在が起こっているっていうのは。まあ、あの評価経済社会を出すまでもなく。こういうふうに僕は思っています。 えー、今コメントに流れた「結婚は合法的なパパ活」というふうに言われたんですけどその通りですね結婚は合法的なパパ活であるというふうに見抜いてるからこそあ恋愛の本質はそこにもあるんだというふうに見抜かれてしまって今このような状況になっているわけですね。だから逆に言えばそういうふうなことを一切排除してそういううなことは考えたくないと思っている人は恋愛が成立しにくくなってきてしまったんですね。